私の前向きな気持ちにスイッチが入ったのは、がん保険が3日後に降りた時でした。本をいっぱい買う、良さそうなことは全部試す、看護師の夜勤も続けています。心配性の夫は10キロも痩せましたが、笑顔で治療に通う私を見てまた太ってきました。生きるためのがん保険デイズ、アフラックの集大成です。アスケルの方